ほんとね、これ1ギガかっちゅうぐらいキビキビ動くんですよ。はい、こんにちは。今回ですね、こちらを買いました。Apple の製品ですね。MacBook のはずです。はい、よいしょ。よいしょ。あれ、出たっけ。こんな感じでね、MacBook でございます。金額はいくらだったかな？確か、4、5000円くらいで買ったはずです。2006年の MacBook でございまして、スペックはね、ちょっと2種類あるんで、うちどっちかわかんないです。どっちの方かちょっとわからないので、起動させながらちょっと確認していく必要があるかなと思います。はい。で、付属品か、あった。金額ありましたね。6600円で買ってます。MacBook リストア済みですね。CPU は Core2 が消えてる Core Duo の 2GHz の RAM が 1GB、 ハードディスクは 60GB とバッテリー駆動しませんっていうので6000円プラス消費税でございますね。まあスペック的にはね、割安いのか高いのか絶対はっきり言って高いです。6000円もあればですね、 Windows 機だったらそこそこいいの買えますからね。今でも戦えるパソコンが十分買えるので、あれです。遊びというか、趣味での購入みたいな感じですね。はい。で、この時の、簡単なあれでいくと、レスター済みなので、2GHz ってことは、こっちの方か。2GHz モデルだったら高い方ですね。まあまあ、じゃあ悪くはないのかな。一応今1ギガですけど、最大2ギガまで拡張可能で、いうふうな感じですね。せっかくなんでちょっとハードから見ていきましょうか。これがね、マグセーフです。マグセーフの方はですね、60W の AC アダプターですね。で、これがイーサネット。で、これが、あれですよね。ミニ DVI かな。で、これが、あれです。ファイアワイヤー。で、USB が行きで、マイクと、イヤホン。これは、わかんないや。で、これがですね、あれです。バッテリーが今抜けてる状態です。で、反対側は、これがね、ドライブになってます。スロットローディング式スーパードライブですね。はい。よいしょ。で、ここを開けると、こんな感じになってまして、この画面が 13.3 のクリアワイルドスクリーン 1280×800 の輝度は 250CT スラッシュ M2 って、M2 ですかになっているはずです。で、これがキーボードです。で、これがタッチパネルですね。ではですね、早速、起動チェックしていきましょう。じゃあいきますよ。せーの、ピッ。起動しましたね。リンゴマークです。いや、実は僕ね、これ昔持ってたんですよ。ちょうど2006年といえば、ちょうどでもねえけど、今年が2020年でしょ。14年前なんで、当時持ってましたね。それこそ Mac、 パワーマックかな、パワーマック G5 売って、その金で買ったのがこれの黒だったかな。いや、それだったらおかしいか、その前のやつを買ったのかな。いや、この黒を買ったんだったかな、忘れましたけど、でもこれぐらいのタイプのやつを買いました。白買ってから黒買ったんだっけ。買いましたね。懐かしいなと思って買ったってのもありますね。動画押せ。ウェルカ。かっけー。
やかさん。ということで、初期設定します。はい、無事ね、起動しまして、いくつかアップデートもした状態でございます。MacOS 10の 10.6.8 ですね。ハードディスクは 60GB でございました。メモリは当然 1GB ですね。で、インターネットとかをしてみたんですけど、あれです。結局ね、ブラウザが古いんで、見れるところが限られてます。で、動画環境はですね、もうブラウザのサポートが終わってるやつばっかりなので、基本的に YouTube を見ることができません。で、一部見えるのかな?アップデートしてよねってエラーが出すはずです。ね、このブラウザのサポートはまもなく終了ということですね。急上昇とかもなるんですけど、はい。まあ、ちょっと厳しいですね。ただまあ、これ今 1GB なんですね、メモリが。メモリが 1GB の割には検討してますよね。なんて言うんでしょう。ボトルネック感はあんまり感じられないのは、Apple の UI が優れてるんですかね。なんかそんなに、うわ、1GB だから本当にみたいな状況はあんまり感じない気がします。まあ 2GB にすりゃいい話だよ。いい話なんですけどね。で、皆さんご存知ですね。Apple っていうのは、例えばこれは2006年モデルになるんですけど、入れる OS に上限があるんですね。なのでこれは正直言って最新のやつを入れることができません。で、前に使ったこのシエラですね、シエラも入れることができません。中に入れることができたようなものもウェブで見つかったんですけど、まあ、入れるにあたってですね、入れたところでメモリが絶対足りてないので、2ギガにしたところで、まあ、もっさりするのは間違いないですし、まあ、かといって SSD をこいつにおごってやったとしてもですね、まあ、あんまり利点がないのかなというふうに思います。なので、まあ、これはこのまま置いといてですね、この時期のやつでしか動かないようなソフトが出てきた時の、まあ、テスト用に置いとこうかなと思います。まあ、それぐらいかな。基本的には動作はそんなに問題ないし、まあ、あれだったら、そういう、ロジックとか入れてもいいと思うんですけど、まあ、指定の通り 2GB ですからね、使えるソフトは限られてる、本当にそれに尽きるのかなと思います。はい、ということでね、今回はこちらのですね、 MacBook 2006年の紹介だったんですけども、いかがだったでしょうか。まあ、買って動くかどうか動作確認してみたよっていうだけの動画になってしまったんですけど、個人的にはですね、かなり、懐かしい気持ちでいっぱいです。当時ですね、もともと Apple さんっていうのは G5 とか G4 とかね、いうふうな形で、ラインナップされていく中で、いわゆる Intel Mac というね、ものが、立ち上がって、その初期にあたる、MacBook になると思うんですけど、これの次に僕黒かったのかな、白買って黒かったのかは、ちょっとどっちが前後か忘れましたけど、買いましたよ、当時。はい。インテルになったからね、みたいな感じでね、使ってましたね。で、その時は別にそんなに、なんかこう、バリバリ何かするわけでもなく、Mac だから何かってわけでもなくてですね、ただただ Mac を持っていくだけで、こう、所有欲を満たすっていうね、しょうもない社会人でしたね、その時は。はい。今、これを触ってみても、やっぱり、当時のね、興奮が、出てきましたね。はい。すごい、その当時嬉しかったですよ。ちょっとまあ、今の段階ではね、これでは何もできないので、まあ、置いとくしかねえなっていう感じではあるんですけども、マグセフとかですね、この辺とかは買ったら結構するんで、まあ、使い道はなくもないかなというふうに思います。最悪 Linux 入れたり、別に Windows 入れる分であれば全然動くんで、それで使ってもいいのかなと思ってはいるんですけど、まあ、2GB ですからね、メモリね。メモリ 2GB だからな。それをわざわざ入れてやるほどのことでもないよなっていうね。最近ちょっとダメですね。そういう風な、こう、理性が働くようになりました。はい。いう風な感じでございました。ご視聴ありがとうございます。今回の動画が良かったなと思っていただけた方、ぜひチャンネル登録や評価、コメントいただけるととても嬉しいです。もしよかったら、チャンネル登録もしていただいて、また他の動画を見に来てもらえると嬉しいです。どうぞよろしくお願いします。それでは、さよなら。